はい、では行きますね。はい、スタート前5秒行きます。5、4、3。エンタメティーチーン、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、早速なんですけど、はい、このエンタメティーチーンは進行役をじゃんけんで決めるそうなんですが、はい、いいですか。はい、誰がなるかわからないですけど、3人の中でじゃんけんをさせてください。はい、じゃあいきますよ。はい、最初はグーでいきます。はい、最初はグー、はい、グーじゃんけんぽい。え、あ、アイコね。もう一回いきましょう。楽しいこのじゃんけん。はい、もう一回いきます。はい、最初はグーグーじゃんけんぽい。ぽい。あ、前の人もね。じゃあ勝った人が進行役になりますよ。え、勝った人なん。ほら、あ、そうなんや。書いてある台本に。ほんまや、書いてあります。頂上決戦ですね。お父さんいきますか。じゃあ、はい、いきます。最初はグーじゃんけんぽい。はい、こうでしょ。いやいやいや、はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。いやいやいや、いや、じゃあ長い長い。何時間過ぎやしてダメ。はい、こうでしょ。おいおいおい。はい、こうでしょ。わかった。奥か、結局じゃあ。監督です。よろしくお願いします。お願いします。いや、マジか。ここもやる。まあいいや。いや、はい、じゃあ、このままいったらじゃんけん番組になるところでしたって。危なかった。めちゃくちゃほっとしました。危なかった。じゃあ、進行監督の戸田が務めさせていただきます。よろしくお願いします。いいですか。はい。お願いします。では、このエンタメティーチーンの番組なんですけど、こちらは俳優、アーティスト、監督、文化人などがそれぞれ PR したい作品を紹介したり、楽しくおしゃべりするコンテンツということで、では皆さん今回参加している人の自己紹介をしたいなと思います。じゃあ僕から先いきますね。はい。今回映画散歩時間その日を待ちながらの監督を担当します戸田明宏です。今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ前原さんからいこうかな。はい、散歩時間その日を待ちながらで江上涼介役を演じております前原光です。よろしくお願いします。じゃあ大友さんお願いします。はい、散歩時間その日を待ちながらで江上ゆかり役を演じています大友かれんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでこの3人の関係性ですけど、今日 PR させていただく映画散歩時間その日を待ちながらで、監督と主演2人という、形のメンバーなんですけど、お二人は3回目ぐらいなんですよね、共演が。共演がそうですね、正確に言うと4回あ、ね、そうですね、なんです。あの映画版とか含めるとそのやってたドラマの4回目なんですけど、うん、もう本当に最初にお会いしたのが私が高校2年生の時ですね。いや、すごいですよね。だから今回ね、夫婦役やからね。いや、なんかびっくりしました。やっぱ 6年前に、うん、だから僕も多分23か 4の時なんですよね。うん、で17歳で、うん、でその6年後にその時17歳だったかと、その夫婦役をやるなんて思ってもみないじゃないですか。うんうん、だからやっぱなんかすごい時の流れといろいろ感じながらおじいちゃんみたいなことをおっしゃってますけど大丈夫ですか。しょうがないよ、それはもうなっちゃうよそんな風に。いや、でもその3回目4回目っていう何回かご一緒してる前原さんなので、すごいイメージしやすかったですし安心感ありましたよね。それはもう一緒でした。だからあの変にこう夫婦だからこうした方がいいよねみたいな話はせずとも、なんとなくこう空気感で入れたのは大きかったですね。大友さんは撮影当時22ですか。はい、22です。だからあの、結婚、ね、新婚役やるとはって感じでしたかね。はい、結婚にこんなにちゃんと向き合っている役が初めてだったので、そうか、もう結婚の役ができるのかっていう不思議な感覚と、でもゆかり自身も23歳なので、こんなに早くに人生の決定をできるゆかりはすごいなっていうふうに思いながら演じてました。うん、
僕結構田舎なんですよ、出身が田舎というか奈良県なんですけど、うん、はい、あと結構地元結構やっぱ早かって、22歳でもまあまあいたなっていう感じはしますけど、はい、大友さんの周りはどうですか？あんまりいないです、まだ結婚してる子は。前原くんはどうですか？いや、23時いましたね、もう子供いる人とかいましたもん。そうそうそう、早い。1回目の結婚ラッシュがやってくるなみたいな感じだったんですよね、うん、多分大学卒業して長く付き合った人とかはもう結構その瞬間に結婚したりとか多かったですね。社会人になって結婚、2年目ぐらいとかで、うん、結構いました、うん、はい、まあそういう感じで、僕はちょっとお二人お仕事は初めましてで、前原君はちょっとね、はい、ニアミスみたいなのとか、僕の脚本、ニアミス脚本、小田さんが書いた本で演じるってことは監督は別の人でっていうのはあったりして、そう、うん、ゲスト枠でしたっけ。僕もあれ、あの1話しか書いてないんですよ。この1話だけ、あの毎回変わる系の、はいはいはい、お話系、1話完結系のやつ、はい、だったりとかはしてるんですけど、うん、初めてで、大友さんも初めまして、はい、初めましてでした、はい、そういう感じの3人です。はい、というわけでちょっと1回じゃあ視聴者の方に予告編見ていただこうかなと思うんですけど、うん、よろしいでしょうか。映画散歩時間その日を待ちながらの、予告編どうぞご覧ください。どうぞ。はい、乾杯。世界が大きく変わったあの年、だって式できないなんてかわいそうじゃないですか。はじめまして、あのゆかりです。ささやかな結婚パーティーを開く友人たち、夢を追うデリバリー配達員、卒業を控えた中学生に帰省ができないタクシードライバー、まあこんなご時世なんで、誰かとつながりたいと願った人々の一夜の物語。まあでも一人だと寂しいんですよ。今年夏休みつまんなかったな。だから後輩の結婚祝って何があかんねん。私分かんなくなっちゃった。私本当に運なかったんですよ。今日流星群みたいですよ。じゃあ今からしよう、夏休み。え、我慢じゃなくて喧嘩して仲直りしてぐるぐる繰り返してさ。流れた。え、流れたいつかきっと今を懐かしく思えるから。未来のことは分かんないからさ、いいことが起こることにしとこう。散歩時間その日を待ちながら。はい、はい、予告編ご覧いただきました、ありがとうございます。はい、予告編どうでした？見た時、初め見た時とかってなんか音楽が、うんうん、あのなんだろう、ポップっていうわけじゃないけど、ぬくもりがあって、うんうん、ゆかり的にはすごく悩んでいるシーンが多かったので、あ、完成するとこんなにあったかくなるんだって、すごい感動しました。うん、なるほど。前原くんは初めどんな印象でした？予告見たときですよね。予告見たとき。なんかやっぱり自分たちが、もちろん完成見た後に多分予告見てますけど、うん、あ、そうですね、なんか自分たちがやってたパートじゃない部分っていうのって、完成して初めて見るじゃないですか。うん、それをがこう予告に載った時に、あ、こういう風に流れていくの面白いなと思いながら、他のいろんな人たちの人生があって、で自分たちが演じた役の人生があってみたいな流れがこういうふうに短い時間に詰まってるのを見ると、うん、あ、この人たちどうなっていくんだろうって僕も結構楽しみになったっていうか、見て初めて、その予告でどこを使おうみたいなのは監督がどういう思いで決めてらっしゃるんですか？確かにこれ予告今回ご依頼したんですよ。昔僕の映画の予告作ってくださった方にもう一回改めて頼んだんですけど、うん、やっぱ結構群像劇って特にこの映画あんまりその誰か主人公一人のことをこうドラマで追っていくっていうよりは、うん、いろんな群像劇っていうのでどこをピックアップしたらいいんだろうねみたいなのは結構あって、はい、初め3パターン来たんですよね。へ、うん、
流れ星かなり、流れ星が流れる映画なんですけど、流れ星をかなりフューチャーしているものとか、うん、あと何だったかな、今回採用したみんなのことに焦点当てるものとか、うん、あと何だったっけな、それも見てみたい。見てみたいですね。あのデモやからこんなにクオリティが高い状態の手前のやつですけど、うん、だからやっぱり群像劇やし、こういう一人一人の、背景が分かるようなものにしたいねって言って、あとまあゆったりした映画やから、そういう心地よいような時間の流れが分かるようなものにしたいですみたいな感じで進めたって感じですよかね。はい。というわけで、ちょっと、そうですよね。進行しなきゃいけないです。大忙し。そう。企画のね、この映画の企画の経緯とストーリーの説明を、はい、そう、説明、ストーリーをまだしてなかったんです。させてもらおうかなと思うんですけど、はい、物語自体は、ね、コロナ禍の2020年11月17日、僕らの同じ世界線でもそうでしたけど、獅子座流星群がやってきた2020年の1日の話を描いてます。で、登場人物がみんなメインキャストが10名いるんですけど、うん、お二人が演じられたのは新婚夫婦で結婚式が挙げられないコロナによって、はい、っていうのでちょっともやっとしてる時に昔のバイト仲間たちが、ホームパーティーとしてお祝いしてあげるよって言って寄り添う1日の話、うん、はい、1グループかなあります、うん、でもう一つが中学3年生の、幼馴染の2人がちょっと淡い気持ちを持ってるけど気持ちを伝えられずにいて、学校行事の修学旅行とか運動会とか全部なくなってマスク生活になって高校でバラバラになってしまうっていう2人の淡い気持ちが、ある1日の話で、3つ目が、東京で役者を頑張りながらでもコロナで現場が全部なくなってしまって、どうしようってなってウーバーイーツを始めながら、夢を追いかけてる男の話で、もう一個が、結婚して奥さんが実家に帰って子供を出産したけどコロナによってまだ自分の息子に娘かなに会えないままタクシードライバーとして働いてるお父さんの話というこの4つの話が、うん、流れ星が来る1日にの中の心を通わせるようなお話という感じのストーリーですかね、うん。